こんにちは。では2回目です。四大文明ね、はい、1回目はまあ簡単な紹介で終わりました。はい、で2回目はこの四大文明の中身をちゃんとしっかりと理解していくっていうのが2回目なので、今日はちょっとハードになるけど一生懸命頑張りますね。だからみんなも頑張ってついてきてください。はい、じゃあ行きましょう。ではじゃあまずね、一番最初ここからスタート。メソポタミアオレンジで、まあ色的にね、最初こうやってやったけど白で描いていく。はい、メソポタミア。はい、で川の名前が2本、ティグリス、ユーフラテス。ティグリスって言うんだよ。ただ教科書がチグリスになってる時もあるね。だからティグリス、ユーフラテス、まあ一応そうやって書いてるな。ティグリス川。はい、これが右側、こいつで、左側のこっちの方がユーフラテス川で、支配者ね、支配者いたんだよ。これ覚えないといけない。ハンムラビ王、すごい名前でしょ。ハンムラビ王でね、このハンムラビ王っていうのが作った法律があるのよね。目には目を、歯には歯を。なんかすごいよね。だからもうやられたらやり返すってことだよ。はい、じゃあその法律、このその他のところの一発目にじゃあ書いちゃいますね。上からも埋めてっちゃうね。ハンムラビ法典。ハンムラビ法典、目には目を、歯には歯を。はい、でそして文字は、はい、こんな文字使ってます。鎖型文字。はい、でね、この鎖型文字って粘土板っていうのに記した。粘土板、はい、一応書いておきましょう。3個目、建物。これ神殿があったんですよ。ジックラトって言います。ウルっていうところにあったやつで、ウルのジックラトとかも言うけど、まあ、ジックラトっていう形にしておきます。これ神殿。はい、でさらにこのメソポタミア文明、結構重要なことやってる。月火水木、はい、金土日って、今普通にあるでしょ。それ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 、何日間ある。はい、7日あるよね。はい、7妖星っていう、その考え方がね、もうね、この時あったんですよ。すごいね、7妖星。ほらほら、すごいすごい。でさらにね、1分って60秒でしょ。60分で1時間でしょ。つまり60になると1個なんか位が上がるみたいなね。60秒で1分、60分で1時間ね。はい、こういうのね、こうやって60進法って言うんですよ。はい、であとはこのね、メソポタミア文明って太陰暦って言ってね、月の満ち欠けを暦にしてたっていうのが、これがメソポタミア、月を基準に考えてたってことです。はい、こんな感じ。埋まったぞ、全部1個目。いやー、結構あるぞ。しかもぐっちゃにすんだよ、絶対に。ね、だから今後何回も復習してね、やるしかない。次はエジプト、-3100年。すごいね。はい、エジプト文明いきましょう。川の名前、世界一長いこの川。ね、この前もちょろっと言った。はい、ナイルかな。はい、ナイル川。エジプト文明はね、ナイル川の氾濫で肥沃な土地ができたっていう、豊かな土地に恵まれた、ね、そこで発展した。はい、で王様、これ学校で言ったら覚えようね。まあスルーだったら別にいいよ。ラムセス2世。はい、で文字はこれはもう絶対象形文字って言います。象形文字、要は絵文字みたいなやつだ。 LINE とか、だからやるでしょ、まあ、Twitter とかインスタとか。みんなインスタか。俺インスタやってるんだよ。でもやりてんだよ、誰か教えてくれインスタ、ツイッターはやってんだけど、インスタやりてんだけどさ、教えてよはい、で建物、はい、建物はこれも有名でしょ。こんなやつ、はいね、ピラミッド。はい、これですよ。でその隣にほらスフィンクスとかあるでしょね。はい、まあそんなのもね、ちょっと一緒にね、まあ、スフィンクスは出るかどうか分かんないけど、ピラミッドはね。はい、でさらにこのエジプト文明、象形文字、はい、これさ、書いた紙の名前覚えよう。パピルス。
はい、これ紙です。草でできた。こんなのに象形文字書いたよってこと。そしてエジプトはね、メソポタミア対陰暦で月だったでしょ。エジプトはね、そう、太陽なんですよ。だからエジプトは太陽暦ね、こうやって区別していかなきゃいけない。ちょっとさあ、エジプト終わった。インダス文明来た。じゃあ行くよ、緑で。インダス文明は、まあ今で言うとインドだよ。インドだよ。まあインド、この三角形で、やや左側だけど、インドって考えてね。さあ、じゃあインダス文明、川。あー、ラッキー。インダスが、支配者神官っていうのがいて、バラモンと呼ばれてるんだけど、まあこんなやつがいたぞっていうぐらいでいいでしょ。はい、文字。あー、ラッキー。ラッキー。はい、インダス文字。インダス文明、おお、インダス文明いいじゃん、いいじゃん。インダス川、インダス文字ね。ちょっといいかなんか変なのしたけど、インダス文字ね。はい、で、建物は、これね、もう世界遺産にもある。だからこれも絶対覚えて。モヘンジョ、だ。モヘンジョ、だ。お便所じゃないよ。モヘンジョ、だ。ね、遺跡だよ、世界遺産だよ。そして、あとその他のところ、ね、このインダス文明に、アーリア人、っていうね、人種が侵入してきて、こういう制度を作ったんですよ。カースト制、身分制度だ、これ。ね、今でもインドで残ってる。カースト制。ね、こういう三角形のピラミッドで頂点に変なね、なんかいて、で、その下にね、一番下の階層があって、で、そういうようなさ、カースト制っていうのを作った。はい。で、あとは、釈迦。ね、お釈迦様、釈迦。釈迦が仏教を開きます。ただインドって言ったらこれ地理でも勉強していくけど、後にインドでは仏教よりもヒンドゥー教が広まっていくってこと。はい、というような話がインダス文明でした。黄色、中国。よし、じゃあ中国文明の顔はこの顔だ。はい、これ黄河って言います。黄色い川、川ってこっちの川だよね、黄河。俺中学の時黄河文明って言ったような気がするんだよね、なんか。確か、まあそうやって変わっていくんだわ、コロ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 。あのね、ここのね、なんかね、年表もね、前の教科書ではね、これね、ちょっと違うんだよ、この辺。とか思って、新しい教科書になってみた時に。だから、だいぶ、もうここまで行くのも大体なんだろうな、もうな。相当フリーから。ね、もうわかんねえじゃん。もうそこまで行っちゃうと、もう誤差の範囲だろう。もうね。はい、まあいいや。はい、じゃあそして、文字。文字はね、こういう文字なのよ。亀の甲羅とか、あとは骨に書いた文字。これね、甲骨文字。って言うんですよ。はい、こうやって文字シリーズ出てきた。文字、文字、文字、文字。文字はもう全部絶対重要。ね、文字文字くん。知ってる？文字文字くん。知らないでしょ、文字文字くん。もう絶対知らないよ、文字文字くんの世代じゃないから。ね、お父さんお母さん聞いてみな。多分知ってるから。で、また知らなかったら、YouTube で見てみな。ただ、ちょっと待って、待って。見てから、俺の動画。こっち最初。その後ね、もじもじくん検索。はい、じゃあそして次。はい、じゃあ中国。はい。あ、中国ね。この時の中国文明の時の中国っていうのは、中国っていう名前じゃないの。ね。今さ、中国って中華人民共和国でしょ？それね、実は1949年で最近なの。まあ最近なのかどうかわかんないよ。あの、歴史から考えると最近なの。1949年って。ね。だってまだ、なんだ、今2000年、2020年、まあ、70年、80年ぐらい、70年ぐらい経ってないじゃん。でしょ？で、一番最初の中国の名前ってね、こういう名前。陰っていう。陰。陰。それと、あとは、こういう人。孔子。この人が、儒教。ね、要は道徳な儒教っていうのは、今で言う。ね。はい。これを開いて。さらに、青銅器っていうのがね、発見されましたっていうこと。はい、っていうようなお話が中国でした。うまったー。あとはこの、ヨーロッパのギリシャ。ね、ここだ。マイナス800年。ここだ。こっちがギリシャだよ。こっち、ちょっと書いとけ。俺ちょっと書いとくよ。こっちがギ。ね。
で、この長靴とかブーツ系のところ、これがローマ。ね、イタリアの首都、ローマ。ね。はい。じゃあ、最初がギリシャ。はい。で、ギリシャって今、首都アテネって言うんだけど、アテネとかスパルタっていうでっかい都市があったのよ。もう都市国家って呼ばれるんだけど、そのね、でっかい都市のことを、これを、こうやって、ポリス。ポリスっていうか、ちょっとこれを知っといて。それと、あとは、有名な神殿がある。見たことない、なんか丘の上にあって、白い神殿。はい。パルテノン神殿。ような建物があるぞとね。はい、それとこのギリシャって民主制、みんなで話し合って政治するんだ。それ民主制でしょね。みんなで政治に参加する、話し合うね。ただただみんなって言っても成人男子、まあ要は大人の男性ね、これが集まってやるね。で、そのね、大人の男性が集まって話し合うことをこれこうやって言う、民会って言って、ね、この民会による民主制、もうこういうのが発展してたんだって。発展というか発達したんだって。すごいよね。まだ1年じゃないよね。はい。で、それと、はい、じゃあ今度マイナス500年、ね、はい、マイナス500年はこれか、はい、ローマね。さあ、で、このローマってね、1年またいでいくんですよ。で、ちょうど1年の時に、はい、イエス、イエスがキリスト教を開きました。それと円形闘技場ね、戦うところね、コロッセオとかいうね、そういうような施設ができたり、あと水道橋ね、水を通す橋だね、こんなのもできたり、あとはこれ後に勉強するけど、中国の漢、だから陰の後にね、ずっと名前変わってて、漢っていうのが出てくるんだけど、その漢とローマ帝国、つまりここだ。ね、こことここでビヨーンって長い道ができたわけ。ね、絹の道って呼ばれてて、はい、シルクロードってやつ。ね、これ覚える。はい、こんなのができました。そして、ローマと言ったら、次ね、はい、共和制。これさ、俺も書くとこないから自分でさ、鉛筆かけたらビヨンと引っ張ってちょっと書いてて、共和制ってね、国王がいない政治のやり方ね。だから、まあ要は王様がいないっていうような状態の国、これ共和制って言うんですよ。共和国とかいうので、この王様がいない形で政治運営していく共和制っていうのを取ってるね。で、ただ、後にローマっていうと、王様ではなくて皇帝っていうのが出てくる。皇帝。ね。だから、この後ね、共和制から、帝制ね、皇帝の帝の字。はい。帝制に変わるよっていう話がね、ちょろっと出てるね。はい。ということで、終わったー。ははー。長かった、今日は。あとは、俺も頑張ってご表にまとめ出した。これ頑張って覚えよう。覚えて、頭の中に入れたら、実際に入ってるかどうか問題解いて確かめよう。それをしないと身につかない。覚えただけ、聞いただけじゃなくって、ちゃんと実際に問題を解く。これをするともう一個ステージが上がる。はい、ということで頑張りましょう。はい、じゃあまた次回会いましょう。はい、ありがとうございました。